福中町は広島県の南西部に位置する町。日本の町村の中で推計人口が一番多い。町内で古墳時代後期の上、岡田古墳が発掘。平安時代から秋国の中心として国町や僧者が町内に置かれ。現在でも秋国の三大神社の一つの高神社が置かれるなど歴史のある町である。自動車メーカー、ツダの本社が所在する。 企業城下町であるため、主要産業は自動車産業である。以前は、キリンビール、広島工場があったが、現在は、イオンモール、広島府中になっている。なお、東京都には、府中市があり、また同じ広島県にも、府中市があるが、本校の府中町も、旧国名を冠して、秋府中と呼んで区別される。詳細は、府中を参照のこと。 戦前は人口が1万人にも満たない町であったが、戦後、広島市のベッドタウンとして、急速に宅地化が進み、人口が急増した。昭和30年代後半に2万人、同41年に3万人、同45年に4万人を突破し、同62年には5万人を突破して、以来、現在に至るまで5万人台を維持している。単独姿勢条件を満たしており、 市政施行が検討されているが、時期など具体的な計画は未定である。広島県では三次市と同規模の人口を要しており、同じ名前で県東部に位置する府中市のほか、竹原、小原、大竹、秋田方、江田島の各市よりも人口が多い。一方で、面積は広島県の市区町村で最も小さく、 総面積は10.41平方キロメートル、果樹地面積はわずか5.93平方キロメートルである。そのため、人口密度は中国、四国地方で最も高く、実質の人口密度は約8600人となり、三大都市圏や沖縄県那覇市などに匹敵する高さである。大高はデルタの東端に位置し、南部は平坦であるが北部は丘陵地となっている。 以前、国府が置かれたことにより、それに、ゆかりのある旧跡が多い。1975年までに、隣接自治体がすべて、広島市と合併。1980年に、広島市が、政令指定都市に移行したことで、東区、南区、秋区が、隣接行政区になっており、広島市に四方を囲まれている。全国で唯一、 周りを一つの市に囲まれている町である。周辺町村が広島市に合併するまでは、矢賀村、瀬の川町、秋町、船越町に隣接していた。国土地理院によると、府中町の東西南北それぞれの橋は、以下の位置。北端は、高尾山の北東約570メートル、東端は、高尾山の東約1350メートル、南端は、 西日本旅客鉄道山陽本線向き用駅の東南東約489メートル青崎台3踏切付近生端は西日本旅客鉄道芸部線八が駅の南南西約427メートルである。また2010年国勢調査結果に基づく人口重心は8万2丁目13付近である。広島市が周辺の町村を 次々と編入合併したことで、1975年3月20日に、船越町が広島市に編入されて、以降、周囲を広島市に囲まれる形となっている。広島駅から車で5分から10分程度の至近距離にある府中町においても、広島市との合併計画が幾度となく持ち上がっている。2002年に行われた住民投票では、 投票率59.14%で有効投票数22,391票のうち、広島市との合併11,175票、単独姿勢指向6,383票、調整の存続4,833票となり、広島市合併票が半数弱を占めたものの、単独姿勢指向と調整の存続を足した単独行政票が半数強を占めている。 松田の本社があり、また現在はなくなったものの、かつては、キリンビール、広島工場もあったことから、巨額の法人市町村民税が自治体に入るため、広島市との合併を町議会、住民投票などで拒否してきたという歴史がある。同じ秋群の海田町にも、陸上自衛隊第13旅団司令部や松田関連企業が立地しているという、似たような経緯がある。府中は、 古代秋国の国府が置かれていたことに由来する。その他、野村乳業が町内に拠点を、順天堂が営業本部を置いている。以前は、キリン堂薬局も町内に拠点を置いていた。山陽新幹線が東町内の中心部を貫いているが、駅はない。椿バス町内に一般国道は通っていない。 旧船越町の接続部からスパーク浜田店までは、県道161号及びそれに並行して、通っている小道がスパーク浜田店から、府中土橋までは、県道84号に並行して通っている小道が、西国街道になる。府中土橋を抜けたら、再び、広島市内になる。ありがとうございます。